私は結婚して2年目、いつもは洗濯や掃除をまとめて土日にするのですが、今日はなんだか気が進まず、昼寝したりぼーっとしたり、夫もいつまでも起きてこないので、気にせずまったりと過ごしていました。インターホンが鳴り、モニターを見ると知らない女の人が、30から40代の女性です。夫は起きてこないので、確かめることもできず、応答せずにいると、階段を降りて帰っていく音が聞こえました。すると3分後またインターホンが鳴りました。気味が悪いのでやはり返事をせずにいると、また帰っていきました。晩ご飯の材料を調達するため外に出ようと玄関のドアを開け、鍵を閉めようとすると、郵便受けに、一輪の花が刺さっているのを見つけました。少しぐったりしている花でした。その花が菊の花であり仏花であることに気がつき、徐々にことの重大さを理解し、怖くなりました。パニックになっているうちに、昼に訪ねてきた女性のことを思い出しました。彼女は誰なのでしょう。そして彼女は、なぜ知っているの。それから一歩も外に出られず、今も一人、恐ろしさで動けずにいます。